ひらひら、肩もひらひらしてて、下もね、すごいひらひらしてるんです。全部ひらひらです。かわいいでしょ。どうでしょうか。はい、というわけでこちらがヨイの水着でした。もうこれもすっごい久しぶりに来ました。ということでスクショタイムいきます。はい、谷間ですね、この水着は。はい、終了ということで第3位に行きたいと思います。ここからはもうほんと今年大活躍してきた水着ばっかりなので、あの見覚えある人は絶対見覚えあると思います。お楽しみにお着替えしていきます。あ、見えた一瞬見えたな着替え終わりました。というわけで、第3位の水着がこちらです。あ、ちょっと待ってくださいね。 BCA さん、ありがとう。マジで可愛い。みずきちゃん最高、結婚してくださいありがとうございます。嬉しいです。というわけで第3位いきましょう。じゃん、第3位の水着はこちらです。これはね、結構いろんな撮影とかでも、なんか私じゃなくてもういろんな方が着てたりするのを見ていますこれが可愛いのがね、上から見た時な気がするね。この胸がもこって見えるのでそこが結構好きです。かわいい。あとはここのパンツのラインとかもちょっとかわいいなっていう感じですね。うん、この間あのある撮影でこの水着を着てきたので、ぜひちょっとそちらの方も今度楽しみにしておいていただけたらいいかなと思います。なんかいろんな色があって、そう、いろんな色があります。私はブルー好きだったんでブルーにしたんですけど、なんか他の色と揃えても可愛いかなっていう感じですね。はい、こんな感じです。どうでしょうか。ここにね、なんか地味な穴が開いていてこの地味な穴が地味に可愛いですなんか前回のリリースイベントで多分この水着は着たと思うんですけど、なのでリリースイベント来てくれた方だったり撮影会によく来てくださる方は見覚えがある水着なんじゃないかなと思います。今年めちゃくちゃ使わせていただきましたというわけでスクショタイムいきましょう。やっぱ胸だなこれは。イエイはい、第3位こちらの水着でした。お、イリッチさんありがとうございます。ナイスブルー、ナイスボディーブルー可愛いですねナイスブルーじゃなかった、
ありがとうございます。嬉しい。というわけで、じゃあ第2位に行ってしまいたいと思います。着替えるよ。よいしょ。ありがとうございます。よいしょよいしょ。私いつも撮影会だと水着が自分で着られなくてね、だいたいかなちゃんと被ってるんで、いつもかなちゃんに着させてもらってます。よいしょ。切れたかな。なんか着終わるとさ、よいしょ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 。ちょっと待ってね。よいしょ。よいしょ。切れたかな。はい。はい。大変長らくお待たせいたしました。第2位の水着がこちらです。じゃーん。これめっちゃ見たことあるんじゃない？みんな。めっちゃ着たわ今年。でやっぱね、なんかみんな三角ビキニが好きなので、結局あの三角ビキニはすごく着させていただいています。かわいい、色もかわいい。あんまりなんかこれピンクとかも着ないので、結構寒色系が、まあ寒色なのかなこれは、多いからあんま着ないんですけど、どうでしょうか。かわいいんじゃない。三角これね、ほんと着れなくて、いつもあのかなちゃんに本当に背中をこういつも縛ってもらってるんですけど、自分でやったんだけどどうでしょうか、上手にできてるかな。そうこれ難しくてね、いつもできないんです。はい、そんな感じで第2、これも多分リリーベの時に買って、それからめちゃくちゃ使ってる気がする。なんか三角ビキニその時に大量買いしたんですけど、この色が一番好きです。かわいい。ということで副所代も行きましょう。これね、これすぐ言っちゃうんだよね、私このポーズを。イエイ。はい、終了。というわけで第1位に行きたいと思います。
ンプルな水着が一番映えますね。シンプルなのばっかり買っちゃう私結構。だからすごいなんか言われますね、柄物とか着てたりするとは珍しいねみたいな結構言われますよ。いしょ。いやもう1位は超有名な水着だよ。私のことを知ってくださってる方はまあ水木ちゃんはこの水着が一番気に入ってるんだろうなってこうなんとなくわかるんじゃないかなと思う。だってすっごい着てるもんめちゃくちゃ効いてます。貝殻か、貝殻は来たことない。超有名だけど確かに貝殻はないな。白ビキニがいいって言ってくださってる方いて、ちょっとまあネタバレになっちゃうんですけど、白ビキニじゃないんですけど、みずき白ビキニ持ってたのにそれもさなんかなくなっちゃってさ、どこ行ったんだろうってちょっと困ってるんですよね。すぐなくすんだよな水着とか。なんで水着がなくなるんだろう、こんなに物のないはずの家でなくなるんです。よいしょ。そう、白なくなったの。ちゃんが仮パクしてるやつ。キヨちゃん仮パクしてないでしょ。水着は何着持ってるの？水着はね、何着持ってるんだろう。わからない。でも私だからさ、あれじゃん。すごくズボラなので水着をすぐねダメにしちゃうんですよ。ダメにしちゃう意味がわかんないと思うんだけど、なんか濡れたまんまほっといたりするとさダメになるじゃん。そうするともうすぐ捨てちゃうんで。よいしょ。はい、着替え終わりました。あとはなんか結構ね切れちゃったり紐が安いのとかだとするので、ほい。ということで第1位の水着はこちらです。じゃん。はい、もうおなじみの水着ですね。みんな知ってると思う、私のことを撮ってくださってる方とかはじゃん。これは本当にお気に入りだし、なんか安定してる私の中で。なんか一番最初に買った水着なんですよ、多分仕事始めるにあたって。なのでなんか思い入れ深いし、なんか形も一番最初に買った割になんかちゃんと分かってんじゃん私っていういい感じの三角形の水着でですね、これがやっぱお気に入りランキングとか思い入れランキング込みもう総合1位みたいなありますね。かわいい。なんかね、本当はここにチェーンみたいなのがついてる水着だったんだけど、私チェーンとか嫌いなので買ってすぐに捨てちゃいましたなんか同じ水着着てる人のとかを見ると多分ここにねなんかチェーンついてるんだよね、貝殻の。でも水着のやつついてません。こんな感じですね。そう、白の水着があったらね、白もランクインさせてあげたかったんだけど本当にないんだよね。どこにやったんでしょうかわかんないんですけど、こいつが1位になります。でーん、かわいいでしょ。もう懐かしいですね。最初のリリーベもこれで出たし、最近も撮影とかの時持ってったりすると結構採用率が高いのでこれは気がちです。ということでスクショタイムいきますか。イエイ。はい、ということでこいつが1位でした。
3日くらい前にも見た気がする、見覚えある。3日くらい前に見たのなんでだろう、3日前は着てないけどな。新宿のクラブ撮影会で見た。あ、そうだね、クラブ撮影グライフ撮影会かな。あ、佐伯拓也さん、虫取りで見た水着ですね。そうです、虫取りをしていた水着ですねでもあの虫取り結構ミラクルだったよね。ありえないぐらい虫捕まえ、3匹くらい捕まったもんすごい撮った気がする。しかもなんか蚊とかも捕まえた蚊みたいなこんなちっちゃい虫も捕まえて、トンボも捕まえたし、すごい捕まえたなと思いますね。また虫取りやりたいな。か家の中の虫取りとかでもなんかセミ出てくるかもしんないし家の中虫取りでも全然なんかできそうな気がするんですけど、とりあえずそう、水着、この水着虫取りの時の水着ですね。うん、 DVD 表紙の白チューブが好きです。 ありがとうございます。白のチューブトップですね。でもあんまりチューブトップは私多分持ってなくて、そうですね、持ってなくてこういう三角が結構多いかもしれないですね。家の中だと G がいた時怖い。でも G がいた方がさ、 G 捕まえられるんだよ、企画の一環として。よくない？虫取れるっていいね。いやでも虫取れなかったけどね、虫な、何触れなかった。トンボとかもちょっと厳しかったね。私はトンボとかセミとかなんか季節の虫ダメなのかもしれない私季節ごとの虫がダメなのかもしれない。空手やってみて。空手？空手わかんないやり方水着は上さんが買うね。水着は自分で買ってますね。自分で買って自分で着ていますね。字映せないでしょ字ってダメなの？字映っちゃいけないものなのか。次回寝すぎっすをセミで起こすやめてください。セミがダメで G がいけるとか分からん。え、なんで分からんの？全然違うじゃん。飛ぶ時うるさいのかうるさくないのかかもしれない。腰に手を当てるじゃん夏の暑さは平気ですか？いや夏の暑さは平気じゃないですね。夏苦手です。この水着が胸の谷間が強調してるね。意外とね、意外と漏れてるでしょ。うん、意外と漏れてるんですよ夏得意そうだけどな。夏得意じゃない。わっ、マックナゲットさん、これめっちゃ大好き。生配信で見れて嬉しい。いつか絶対取り行きます。まだまだ大事にしてね。そうね、壊れない限りは大事に着ていきたいと思います。デザインおしゃれ、ありがとう。タニマアップください暗くなっちゃったこっち向けばいいのか。で、撮影会とかもぜひ来てください弱いですか？くすぐり、普通くすぐりそんなに強からず弱からずですかねドリームキポーズ。たったたんっていう感じが1位でございました。体はね、硬いです。体は硬い。トイレ大丈夫ですか？トイレ大丈夫です。ありがとうございます。胸大きいとしんどいですか？まあでも私より大きい人いっぱいいるけど、私でも走ったりすると痛いから、どうなんですかね。
大変な人は大変なんじゃないでしょうか。なんとなんか下着の種類がないみたいな、可愛くないんですよ、大きくなれば大きくなるほど下着とか。それはそうですね、撮影会でのエピソードあれば教えて。撮影会でのエピソード、撮影会、まあエピソードなんだろうな、いろいろあるけどねざっくりだね。うーん、なんだろうな。でもだから昨日やなんだ、電話してくださった方は、昨日もちょっと話したんですけど、撮影会に初めて来てくださった方なんですけど、あのカメラの本体を持ってきたのにレンズを持ってきてなくて写真撮れないみたいな、でその SD カードみたいなカードも持ってきてないから何もできないみたいな感じだったんですけど、たまたまその場にいた、あの別に私じゃない子を撮ってるカメラマンさんがすごくいい方で、レンズを貸してくださって、 SD カードはこれを買ってきた方がいいみたいなのを教えてくださって、でその私のことを取りに来てくださった方はその方のレンズをお借りして SD カードを買いに行って戻ってきて撮影だったんで、1時間なんですけど30分も多分撮らずに帰って行っちゃうとかありましたね。すごい親切な人だった。なんかライティングとかもこうやってやるんだよみたいな感じで合間に教えてくれたりとかして、すっごくいい人でしたね。とっても優しかった。大梅駅と大海駅っていうのかな、それ間違えたことありますか。ないですないですね。優しい世界だわね。ね、優しい世界、本当にめちゃくちゃ優しい世界。そう昨日電話してた方、ですねとかかな。あとは何だろうか。うん、カメラのメーカーが同じでよかったね。あ、メーカー一緒じゃないとやっぱダメなんだ。いや、だとしたらすごい幸運な人だ、その人は。あとなんかその同じ人が、その人すごい本当に運がいい人で、なんかね、あのバッテリーの充電がない状態で来たの全然撮ってて、ほんと 5,6 枚多分撮ったぐらいだから充電がないですみたいな感じで、もう一個のなんか替えのやつを持ってきてたんだけど、その替え入れたんだけど、そっちも充電がないみたいな、やばい俺今日何もできないわみたいな、同じ人2回目ぐらいに来てくれた時に俺今日も何もできないみたいな言ってたら、その撮影会の会場のスタッフの方が、あの昨日充電器忘れてた方がいたので充電してくださいこれっつって人の忘れ物で充電させてもらって、めっちゃ運いいなこの人って思いましたね。そう、本体はね買ったばっかりだったぽい。そう、本当に奇跡、めっちゃ運いい、運良すぎないみたいな話で、いや俺は結構運はいいんだよねみたいな運はいいんだよねじゃないよって感じなんですけど、本当に撮影会中に練習しすぎてカメラ壊れたことあるよやだ、カメラで壊れるんだ電車で。そう、天然な人だなと思いましたね。めっちゃ水キッスしてください水キッス何回するんだろう私この配信中に水キッスをいつも見てます、ありがとうございます、ありがとう。レンズもね、バッテリーもね、 SD ね、何しに来たんだろう何もカメラのこと多分分からなくて来てくれたんだと思います。私もカメラのこと全然知らないから、え、カメラってレンズなしでも写真撮れるのって聞いたら、うん大丈夫だよって言われて、あそうなんだ、じゃあお願いしますって始めたんですけど、あ、チャラプーさんありがとうございます。そうだったんですけども、そろそろ大学は何年生タイム、ありましたね昨日、大学何年生って3時間ぐらいでめちゃくちゃ何回も聞かれて、撮影会来てくださいぜひ。カメラのフラッシュは苦になりませんか。全然私眩しいのとかそんなにいけるんですよね意外と、だから全然大丈夫。とりあえず会いに行く気持ちが強すぎたんだね。あ、そうかもしれないですね嬉しいですけどね。全然レンズないと真っ暗よ。あ、そうなんだ、やっぱダメなんだね。もう大学の6年生で髪貼っとこう
確かに紙貼っとくのが一番早いかもしれないですね。何回見ても最高です。ありがとうございます。嬉しいです。ありがとうございます。ゆずきさん外でしか撮ったことないから室内で撮りたいなね。ぜひ屋内で撮ってほしいです。撮ってほしいです。心のファインダーに刻もう精神え、でも私結構そっちの精神なんですよ。なんかお出かけとか行ってもあんまり写真とか撮らないタイプで、心に刻むタイプですね。これから水着の順位が変わることありますか？いや、いつかあるんじゃないでしょうか。いつかなんかどんどん買っていけばね、あると思う。初めてグラビアアイドルデビューした話聞きたい。私初めての仕事が撮影会とかじゃなくて DVD のロケだったんですよ。なのでもう最初からこんなちっちゃい水着をこんな水着を着させられて、グラビアってこういうもんなんだなって思った記憶がありますね。あ、スールーさんありがとう。会いに行けないけどせめてもの気持ちです。ありがとうございます。嬉しい。何の夢見たの？覚えてないんです。何の夢見たんだろう。私全然覚えてない。卒論テーマ考えてる。卒論も出してて、単位ももらいました。海賊史における現代の表彰の変化についてみたいな海賊史観から見た現代における表彰の変化についてみたいなちょっと難しい言葉並べてみてますけどそんな感じのやつを書きましたね。グラビアの仕事は大変ですか？いや別に大変っていうか、もう大変とか思ったことない。私は楽しいなっていう感じですね。今度はゲストありの24時間放送できたらやってほしい。そうね、できたらねやりたいですね。寝てるとき脇を押さえたり腕組んだり頭抱えたりしてたんで大変な。そうなの？海賊王に俺はなる？あ、そう、ワンピースのこととかも、まあワンピースは書いてないけど、あれは書きましたね。テレテンテンテレテンテンテレテンテンテレテンのやつとかはまあ書いたりはしましたかね。いろいろ見た。だからでもそれよりもなんか昔の本をすごい読んだかもしれないですね。文学部なんでやっぱり本を読まなきゃいけなくて、いっぱい本読みました。パイレッツは定期的に見たりはしたけども、そんな感じ。そう、パイレッツだ、パイレッツでしたね。で別に私海賊に興味があったとかじゃなくて、その先生のゼミにどうしても入りたくて、でその先生が大航海時代とかその辺が専門だったので、私本当ワンピースもパイレーツもそれまで見たことなかったのに、海賊が好きでって言って先生にも毎日のように面談に行って入れてもらいましたね。というわけでそろそろお時間になるのかしらね。はい、というわけで私 のここ最近のお気に入りの水着ベスト5でした。次はですね、コスプレをしていきたいと思います。で次のコスプレは結構前にファンの方からリクエストを受けたコスプレをちょっとしていこうかなという感じでですね。どうしよう、見せちゃって大丈夫ですか？もういつもの流れでいきます。はい、じゃーん。今回のコスプレはわかるかな、これなんだかわかりますか皆さん。そう、正解、ラムちゃんです。こてつさん大正解。ラムちゃんのコスプレをしていきたいと思います。なんかすっごく前にラムちゃんのコスプレが見たいっていうリクエストを受けたんですけど、私ドンキで結構コスプレ買ってたんですけど、ないの、ラムちゃんがなくて、あ、ちょっとラムちゃんないからできないなって思ってたんですけど、あ、落ちた。今回ちょっと準備していただいてやっとできます。これなんだろうこれ何、今落ちたけどなんだろう、これ
すごい、わすごい。あ、今でそわそわしなくて、久しぶりだな、コスプレ企画やるの。1,2,3,4,5点入ってますね。5点セットです。1個目で耳耳ですね。ラムちゃんの耳、シュシュシュ、かわいい。次がこれですね。あ、これはまあブラっぽいですね。ここだね、きっと。ブラ、これは何でしょうか靴下じゃないよね。何これ、6点セットだった。しかもこれが、あ、これがパンツですね。これがパンツで、これ何ですか靴下です。靴下か、靴下だそうです。これは靴下、落ちちゃった、靴下の。以上6点セットからなっていますね。じゃん、ラムちゃん好きなの、かわいいな、ラムちゃん。ということで早速着ていきたいと思います。これは、よいしょ。この向きかな、この向きはね、はい、ふくらはぎ筋肉質そう、私駅伝やっててすごいんですよ、結構。見てほしい。どうだろう、わかるかな、わかる、このめっちゃひらめきあるみたいななんか本当に全盛期はマジでやばくて、本当にムキムキだったから、階段上り下りするだけで馬みたいで、足が。妹から馬って呼ばれてる時期ありました。本当失礼しちゃうんですけどね。ノルドアさんから、はい、メンバーシップに、 ありがとうございます。何さんですか。ノルドアさん、ノルドアさん、ありがとうございます。ガンダムみたいな足ですね。ねえ、失礼しちゃうひどい、誰そんなこと言ったのひどい、丁寧にひどい。よいしょ、よいしょ。もう本当にすごかった。だからこれ今だいぶマシになって、マシっていうかだいぶ筋肉落ちた方だと思うんですけどね。
死ぬ日がそうさ B さんで焼けちゃったんです。ロケした時に B さんで焼けちゃいまして、悲しい。ワンピースのロビンちゃんの足みたい。あ、それは嬉しいかも。ビッグドムみたい。ねえ、みんなそうやって人の足のことをさ、そうやってさ、いじり倒してさ、ひどい頑張って走ってただけなのに、私は。ひどいよ。頑張ったねとか言ってくれたらいいのに。ひどいよ。よいしょ。ミスった。よいしょ。ケンタウルスはガチで妹にも言われてた。ガチで妹に言われてた。顔人間だけど足馬だからケンタウルスだって言われてました。あ、ありがとう。水キッスへようこそ。純一小ぼ、小ぼやさん、久保やさん、ありがとうございます。ラムちゃんの訛りは作者の高橋留美子さんの地元新潟の訛りやで。そうなんだ、知らなかった。